それでは、ダウンタウンブギウギバンドのアルバムバージョンの身も心ものギターソロを解説してほしいということだったんで、やっていきます。まずシングルバージョンは前に2つほど動画上げてて、それと前半はほぼ同じという感じなんですけど、まずゆっくりやっていくと、同じだと思うんで、ここまでは省略します。で、次からで2弦20下げたところで鳴らして、もう一回チョーキング、こういう感じで、で次がこういうやつで、まず2弦の19、20、17、あ、17、20、17で1弦20から17へプリングして、2弦の17、20で20をチョーキングして、チョークダウンして17で3弦の19のチョーキング、こういうやつ。この次がの20を2回で、3弦の19をチョーキングしてダウンして17で19、17、19をチョーキング下ろしたところで弾いて17で4弦の19。こういう感じ。その次が、4弦19、3弦の17、19で19チョーキングで下ろしたところで鳴らして17、16、で次がこれが、2弦の15のチョーキングと1弦の15を、こう両方ダラララって鳴らす。で2弦をチョークダウンで13で3弦14。で次が、これは簡単ですけど、3弦14と2弦の13を2回で、1弦15を3回チョーキング、で、この後がすぐにこれが
これが、ゆっくりいくと。4弦の5を2回で5弦の7から5へスライドで36弦6あ6弦55弦の3で5から7へスライドで4弦5から7へハンマリング3弦52弦の8のチョーキング。次、2弦の8から8をチョーキングしてチョークダウンして5で3弦53弦7チョーキングして1弦8で3弦7をチョーキング下ろしたところで弾いて5で5から7、4弦の5から7へハンマリング。4の7から5へプリングして5の7で次は聞き取りにくいんですけど多分みたいな感じでやってるんで、5の7を2回弾いて5弦の5で6弦8で6弦の3から5へハンマリングとか。じゃあもう一回一番最初からゆっくりいきます。ということで終わります。